松酔グ草属は赤羽中の属の一つ。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸原産の一年草または多年草。花の美しい種が多く、日本には観賞用、園芸用として導入されたが、一出の結果現在では14種が帰化している。松酔グ草は分類上は、本属中の一種をエノセラストリクタを指すが、交互においては、大松酔グ草や、 メマツヨイグサなども含め、本属中の黄色の花を咲かせる複数の種を、大まかに刺すごとして用いられる。マツヨイグサ族にはおよそ125の種が含まれており、14節が構成される。どの種も、南北アメリカ大陸原産であり、他地域には産しない。日本も、例外ではなく、野生のものは、幾多植物か、一出した園芸植物のいずれかである。 原産地では種による海辺や平野から鉱山に至るまで幅広く分布するが、パイオニア植物なので、自然状態では、平地では川原、砂浜や砂漠、山では、枯れ状や山火事の跡などの荒れ地や痩せ地に人為的に拡乱された環境下では、鉄道路線像や路肩、工作放棄された畑や休耕田のような場所に生え、他の植物が成長してくると姿を消す。 日本では造成中の土地や未舗装の駐車場でもよく見かける。本属植物はメキシコ北東部からアメリカ合衆国のテキサス州にかけての地域が発祥の地と考えられている。表記にこの地域は結氷から取り残され、そこに本属植物が生き残った。魔表記にはそこから再び大陸全土に分布し、表記に入ると再び分布を縮小した。更新予には 都合4度のこうした分布の縮小と拡大が繰り返され、それが今日見られる多様な種文化を促したと考えられている。また、本属植物は野生化においても容易に主観で交雑し、そうして生じた雑種や人為的に荒廃して得られた品種が固定され、新種に分化することがあるため、種数が非常に多い。日本に移入された、あるいは侵入した種は秋に芽生え、 ロゼットで冬を越し、初夏から、霜が降りる晩秋にかけての非常に長い期間花を咲かせ、秋に種を散らした後、冬には枯れる一年生植物ばかりであるが、原産地には根茎を有する多年生の種もある。草丈は種により異なり、茶穂付きソウのような鉱山植物では高さ10センチメートル、低を、低地産の大スタベでは3メートルにまで成長する。葉は、 開花軸に対して、螺旋型につき、虚子を持つか、または、深く裂ける。花は、多くの種において黄色いイ,イン花で、どの種もメシベの先端が四つに割れる特徴を有する。ついたち花であり、多くの種が、夕刻に開花し夜間咲き続け、翌朝にはしぼむ。これが、月見草や、松酔草の名の由来である。松草属には、黄色以外の白、紫。 ピンク、赤といった花を咲かせる種もある。標準和名では、木花を咲かせる系統は、松酔い草、白花を咲かせる系統は、月見草と呼び、赤花を咲かせる系統は、夕下昇などと呼んで区別しているが、一般にはあまり浸透しておらず、木花系統種も、よくつ、木見草と呼ばれる。しかし、木花以外の系統が松酔い草の名で呼ばれることは、まずない。 なお、木花以外の種は、園芸植物として栽培されているものが多い。開花時間帯についても、昼咲き月ミソウなどはその名の通りピルマに咲く。英語では、夜咲き種は、イブニングプライムローズ、昼咲き種をサンドロップスと呼び区別している。基本的に、中倍花だが、開放げながら、自家受粉を行う種や、閉鎖げを咲かせる種など様々である。木花系統種のうち、 松酔い草オーストリクタや小松酔い草は花がしぼむと赤く変色するが、大松酔い草やメマツ酔い草はそれほど赤くはならないので、こういった点でも種を区別できる。本属植物の花の花頭は非常に細長く、その奥に蜜が分泌される。また花粉は粘着糸によって互いに緩く結合されている特徴を持つ。これらの形質は花粉の運搬を 開花時間である遊刻を活動時間帯とするスズメガ類に頼っていることと深く関係している。スズメガは興奮が長く、それを伸ばせば鼻に触れることなく吸蜜できる。しかも吸蜜は飛翔しながらなので花粉が付着しにくい。さらに飛翔時は常時ホバリングをして体が振動しており、蜜蜂のような花粉運搬用に特化した身体構造も有していない上に、 代表は、輪粉ンンで覆われていて、粉状の花粉は定着しにくいので、一旦、虫体に付着した花粉も振動によりはたき落とされる、可能性が高い。しかし、長い花筒の奥に蜜があれば、スズメガは、長い興粉をその奥に突っ込むことになり、おしべの役やめしべの中等に、体が引き寄せられる。また、粘着糸で互いに絡み合った花粉は、虫体に容易に絡みつき、 対表に放置されることになる。また、アメリカでは、本族の多くが、長命幼虫の食草であり、中でも、ヤガの仲間であるスキニアフェルシティタと、スキニアフロリダは、オーデルイデスに対して選択的な指向性を示す。日本では、スズメガガのベニスズメがこの仲間を広く、食草とする。若い根茎を根菜として、または新芽を、サラダで食べることができる。 日本ではワカメをおひたしにしたり、花を天ぷらにするなどして食べることがある。しかし、胃腸の不快感と吐き気が時々起こる可能性が報告されている。前奏を占じて修炼剤あるいは鎮静剤に使用する。これらは前則に対する鎮害効果や胃腸障害に対する鎮静効果があるとされている。かつては、 目まつヨい草を材料にしたシップ薬が外傷治療に用いられ、全治までの日数を短縮させたこともある。キュア・オール・キングというマツヨイの俗名の一つは、こうした多岐にわたる薬効にちなんだものだが、その有効性が臨床試験で示されなかった点には注意すべきである。なお漢方でも同様の薬効があるとされ、山芝朝の撫でき薬とされる。完熟種子には、 ガンマリの連酸及び必須脂肪酸が約7から10%含まれている。メマ強い草の一般にはプリムローズの名で知られる種子は月経前症候群による生理痛を抑えるのに使用される。また、ガンマリの連酸は乳がん治療に対しても有効であると言われている。しかし、人の有効性に対するデータは十分ではない。多くの種が干渉用に栽培され、 かなり人気がある。種子は、晩春から初夏にかけて、親株のもとにこぼれ落ちるので、適当に間引きして、肥料をやれば、うまく育つ。本属植物は体寒性があるので、日当たりと水はけが良い、広々とした場所ならば、どこでもうまく育てられる。上述したように、日本では種を特定しない場合、松酔い草とは別に月、月見草、酔い町草とも言うが、 標準和名でいう月見草は、メキシコ原産の白花を咲かせる、大手トラプターを指す。酔い町草の呼び名は、竹久夢二の作詞による、流行歌の題名にご記された名称が定着したもので、ある。野来孔と呼ばれることもあるが、これも本来は全く別の境畜東家の鶴る性、植物テラズマコードタの標準和名ないしは、ナスカの夜行木の別名である。なお、 ゴデチアの園芸名がある、色松酔い草クラークアーモエナは、同じ赤羽中ではあるが、本属とは異なる別属の植物である。松酔い草の一種、ありがとうございます。